マンチェスター・ユナイテッド再侵入そのクラブに全てを捧げて、引退後もサポー。から熱烈な支持を受けるレジェンドとこ。レル選手もいれば、移籍、給与言動などが原因。サポーターから歓迎をされない、嫌われた線。燃える、今回は、さまざまな理由からマンチェスター。ユナイテッドで嫌われた選手を紹介する。 フォワード、ジェイドン・サンチョ、ボルシア・ドルトムント、青年月日、2000年3月25日、マンチェスター・ユナイテッド通算成績、82試合中に得点6アシスト今シーズンのマンチェスター・ユナイテッドは、スポー・イービー・ナウで全試合配信中。ユー・ネクストから加入で無料トライアル実施中。PR マンチェスター・シティの下部組織で育ったジェイドン・サンチョは、2017年にボルシア・ドルトムントへ移籍すると、17。 で、ブンデスリーガデビューを飾り、2019-20シーズン。は17得点16アシストの大暴れで、世界的に注目さ。る若手となった、紆余曲折の末、2021年夏に8500万ユー、約119億円の移籍金でマンチェスター以内、ドに加入している。しかし、プレミアリーグ1。目は、29試合に出場して3得点3アシストという期。 裏切る結果に終わると2年目は負傷離脱し時期があるものの6得点3アシスト止まりだここまでは巨額移籍金に活躍が見合わないグネームというよくある話だが3年目にとブルが起きた昨年9月練習中のプレーを問題したエリック・テンハフ監督が登録面から3丁を外すと選手本人が SNS で反論 レオを重く見たクラブは、規律違反でチームか。干した。山頂は、1月の遺跡市場でフルスノドトムントにレンタルで加入した、完全遺跡を。ションなどがついていないレンタルだが、ポン。はユナイテッドに復帰する意思がないとも。割れている、ファンの望みはもはや、できるだ。高く売却することだけとなっている様子だ。ページレジェンドになるはずが。 関連記事も。見たくない、マンチェスター・ユナイテッド。嫌われすぎた選手全選手紹介もう見たくな。マンチェスター・ユナイテッドで嫌われす。他選手、に、もう見たくない。マンチェスター・ユナイテッドで嫌われすぎた選手さん、両、イングランド代表コラムサッカージェイドン・サンチョニュースマン U マンチェスター U マンチェスター・ユナイテッド日本欧州サッカー海外サッカー。